Thank you.
初めての我が家の大会勝利することができました。嬉しい。そして今日のカードは代々木のトライアングルダービーの前哨戦でした。あ、一人さっきいた山、まあ、さっきでもカード的には前哨戦。あ、そうですよね。はい、はい、で、先週も、うん、勝ったので2連勝してるので流れはアブレモジーに来てるので、来てるね、めちゃめちゃ来てるね。代々木魂込めて楽しみにしていてください。あと明日ですね、自分はショーケースで鹿島咲戦 UWF ルールやります。まあ鹿島咲からね UWF ルールで首里とやりたいって言ってきてるんで、なんか考えてきてるのかちょっとわかんないんですが、まあ明日もちろん後悔することになるのは間違いなし、 UWF ルールなんで起死回生も分かってると思いますけど、起死回生使えませんからね。まあ覚悟しとけよ、楽しみにしてください。はい、明日は私と未来は試合がないので主義のセコンドに励みたいと思います。プロレスリングスターダム 3.4 トライアングルダービー優勝決定戦、明るく激しく美しく、そして新しいスターダム、最強のプロレスラーを育て上げろ。毎日無料10連開催。さらにあの記憶が蘇る新日 SS 1周年。シンデレラオーディション2022開催決定。プロレスラーになりたいと思っている皆さん、スターダムのリングは自分を輝かせることのできるリングなので、皆さんぜひ一緒に戦いましょう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。